クレイグ・タロー・ゴールドは、アメリカ合衆国の作家、エンターテイナー、シンガー・ソングライター、起業家、タロー・ゴールドとしても知られる。心を開けば、人生も開くを含む、数冊の著作が、ニューヨーク・タイムズ誌のベストセラーランキングのリスト入りを、果たしている。また、共著者として、ティナ・ターナー、リガラクティと共に、ハピネス・ビカムズ・ユー、A ガイド・ツー・チェンジング・ユア・ライフ・フォー・グッドを、 アトリアブックスより出版。イボイスやテリオをはじめとする複数のベンチャー企業の共同創設者。出身地であるカリフォルニア州デルマーでは、モンテッソーリ教育私立アカデミー及び、トーリー・パインズ高等学校に通った。また、AFS 異文化交流プログラムの特待生として、オーストラリアのブリーズベンでも教育を受ける。創価大学にて、理学士号を取得経済学。 心理学、哲学などを学び、1994年に同大学を主席で卒業。創価大学の卒業生としては、初のアメリカ人となった。大学院生としては、スペインのサラマンカ大学で、国際関係論やスペイン語などを、UCLA で、コンピューターグラフィックスとグラフィックデザインを学んだ。独立系映画制作会社によるドキュメンタリー映画。 アウト・イン・ザ・ライン・アップのエグゼクティブ・プロデューサーを務めた。この映画は世界中のサーフ・カルチャーにおける LGBT の重要性とその進歩を探りながら旅を続ける二人の若者の友情を描いている。同映画はオーストラリア・シドニーで開かれたマルディグラ映画祭で2014年2月20日にプレミア上映されベストドキュメンタリーオーディエンスアワードを受賞。さらに ニューポートビーチ映画祭やサンディエゴサーフフィルムフェスティバルなどの映画祭でベストフィルム賞を受賞。同年のロンドン映画祭ではベストドキュメンタリー賞を受賞した。ゴールドの芸歴は幼少時代に出演したブロードウェイのミュージカルから始まる。1980年から1982年の間に上演されたハロルド・プリンス演出のブロードウェイミュージカル。 エビータの初回全国ツアーに出演。この演目で700回以上のステージをこなした後、12歳の時にエビータのキャストを降りた。1982年には、ロサンゼルス製作版のブロードウェイミュージカル、マーチ・オブ・ザ・フォルセトスで、ジェームス・ラピン監督によりキャスティングされ、主演のジェイソンの代役を務めた。1983年には、シアタースクール、 グラウンドリングスのティーン劇団のオリジナルメンバーに抜擢され、ロサンゼルスにある、この名門シアタースクールで即興を学びながら、ステージに立った。1984年には、ハリウッドのパンテージシアターで、ワールドプレミア上演されたミュージカル、ピーター・パンの主演、ジョン役にキャスティングされた。1980年代半ばから1990年代半ばに、かけては、 ディズニーチャンネルの吹き替え役をはじめ、ダンカンハインズのコマーシャル出演、NBC スペシャル番組でのクリント・イーストウッドとの共演、プーマスポーツウェアやベルサーチ男性用アンダーウェアの広告モデルなどで活躍した。日本では全14曲入りのソロアルバム、ザ・ダイヤモンド・ユーをプロデュースした。このアルバムは2008年にバージン・ミュージック・ジャパンにより、アジア圏でリリースされ、 2009年からは iTunes、Spotify、Tidal 等のストリーミングプラットフォームを通じて世界各国に配信されている。アルバム収録曲の多くはゴールド自身による作曲だが中にはダイアン・ウォーレン、ドラコロサ、ケイシー・ポーター、アスカ・リョウ、アレックス・シンテックなどとの共作も含まれている。同アルバムではサックス奏者、デイブ・コーズとドラム奏者、 ビニーカルータをフィーチャーしており、ゴールドとダレンダーンに加え、グラミー賞を受賞したゴー、ホトダがインターナショナルチームとして、プロデュースを手掛けた。東京のソニーミュージックスタジオとアリゾナ州フェニックスの、チェイスラウンジ、ラスベガスのスタジオアットザパームスで、レコーディングが行われ、テッドジェンセンがニューヨークでマスタリングを行った。さらに2010年、ザ・ダイヤモンド・ユーのリミックス全十三曲を、 全世界に向けて iTunes でリリース。このリミックスにはジョン・レノンの名曲イマジンのカバーも含まれている。同アルバムの収録曲の中から数曲がバイブスなどのソニーのプレイステーション用ゲームソフトに使用された。2007年8月東京公演にて作家として EN ・アンドリューズ・マクミル・パブリッシングより出版した著作の多くが ニューヨークタイムズ誌のベストセラーランキング入りを果たしている。また、2012年9月より、ハフポストに定期的に寄稿。著作はこれまでに200万部を売り上げ、7カ国語に翻訳された。諸著作の心を開けば、人生も開くは2001年に出版され、長期間にわたり、ベストセラーとなり、英語、フランス語、ポルトガル語、ヘブライ語、日本語、 韓国語に翻訳されている。マハトマガンディの孫でありガアンディインスティチュートの理事を務めるアルン・ガンディはこの本を強く支持しており、読者の品性を高め、啓発する本だと述べている。ゴールド自身とデザイナーのローラ賞が手掛けた本の想定には紫色のあやめの花がモチーフとして使われており、このモチーフは後にゴールドの著作を象徴するものとして、 タロンゴールドブランドのロゴの作成に影響を与えた。2004年に出版された著作、ワビサビを生きるはタイム誌により、読者に推薦され、同志のホリデーギフトガイドで紹介されたほか、東洋美学に関する記事の中でも紹介された。2018年、ティナ・ターナーは、ニューヨークタイムズ紙のインタビューでこの本を、最も影響を受けた作品であるとコメントした。2011年、 イギリスの BBC4 チャンネルのヒドンジャパンという番組の一環としてイギリス人ジャーナリストのマーセル・セローがインサーチ・オブ・ワビ・サビを制作した。この番組はゴールドの著作ワビサビを生きるの中で述べられている実験を実際に行う場面で幕を上げる。その実験とは東京の街中を歩く人々にワビサビとは何かを問うというものだった。セローの言った 実験の結果、人々はおそらく、礼に正しく肩をすくめて、ワビサビが何か説明するのは難しいと答えるだろう。と、ゴールドが著作の中で予測した通りの反応が、返ってきた。また、ゴールドの著作、フォワット・イズラブ・エイシンプル・ガイド・ツー・ロマンティック・ハピネスは、フォワード・リベスにより2005年のブック・オブ・ザ・イヤー・アワードを受賞。2007年には、ワビサビを生きるが、 ベンジャミン・フランクリン・ィテラリー・アワードを受賞した。ゴールドの作品は、イーブン・ジューン・クレバー・ウッド・フォー・ゲット・ザ・ジュース・ボックスや、ウィズダム・フォー・ザ・ソウルを含む、様々な作家の著作により引用されている。ゴールドのすべての著作は、EN ・パブリッシャーズ・ウィークリーにより推薦や、肯定的な論評を得ている。1999年5月カンヌ、国際映画祭にて、 母親と共にレッドカーペットを歩くゴールド誌さらに、ザ・ードボケート、ザ・ワールド・トリビューン、EN、トライシクル、ザ・ブッディスト・レビュー、パラボラ・マガジン、EN、ベリフネットなどの雑誌や新聞にもエッセイを寄稿しているほか、定期的に文章を寄稿していた、リビング・ブッディズムという観光物の共同編集者を3年間、務めた。2000年に、電子通信会社のイボイスを、 共同創設して企業家としてのキャリアをスタートさせた。以来、様々なベンチャー企業との関係を結んできた。e ボイスは、世界初のインターネット回線を利用した、ボイスメールシステムを開発し、e メールと留守番電話の統合、ビジュアルボイスメール、自動番号通知技術などのイノベーションを世に、送り出した。これらのボイスオーバー IP 技術は、後に Google Voice や、 アップルなどによって展開されるアプリの原型である。この時期にゴールドが開発に貢献した技術の一つがボデックスという音声認識テクノロジーである。2001年にイボイスは AOL に吸収され AOL のボイスサービスグループと合併。その後 J2 グローバルによって会社は買収された。2001年にイボイスが AOL により買収されるとゴールドは AT&T MCI Inc., ク,クエストなどにホワイトラベル VOIP コミュニケーションサービスを提供するインターネットのスタートアップ企業コールフォアワーディングサービスの創業者として CEO に就任。CFS は2002年にクエストにより買収された。2005年、ゴールドは別のコミュニケーションスタートアップ企業テリオを共同創設。この企業の開発した VOIP システムにより デスクトップ及びノートパソコンのユーザー向けのインターネット通話が可能になった。テリオはマイクロソフトに吸収され、2006年にマイクロソフトの MSN グループの一部となった。シリコンバレーのエンジェル投資家の一人として、コールカストやアイアンポートなどの優秀なスタートアップ企業の資金調達をサポートした。2008年にウェブダイアットを創設、同社 CEO に就任し、 健康維持、フィットネス関連アプリ開発市場に進出。携帯電話を使って食事の量を計算する画期的な特許技術を開発。w e b イ i ットアプリはカロリー計算と食事制限コーチングを自動化した初めてのアプリとして知られている。ダイエット関連商品の販売会社 EN ニュートリストムは w e b イ i ットのこの技術を投用した疑惑が持たれている。 2014年にはベセを共同創設。このソーシャルメディアプラットフォームはユーザーが動画内の特定の時間でコメントの投稿ができるようにしたり、ツイッターやフェイスブックでのシームレスなシェアを実現した。これにより、YouTube その他のオンライン動画はよりインタラクティブかつ拡散性のあるものへと変貌した。また、ゴールドはサイバーセキュリティソリューションや人工知能アプリの開発を 手掛けるエイベロンの諮問委員会のメンバーでもある。2018年、エイベロンはテリフォーネカと国際技術提携を結ぶことを発表した。2010年、ゴールドは自身の著作本や CD のカバーデザインに使われたタローゴールドロゴデザインを元にしたユニセックスのジュエリーコレクションを立ち上げた。デザインのアイデアについてゴールドはこう語っている。人は皆、 英知と喜びのダイヤモンドを心に秘めている。辛い経験や挑戦を乗り越えるたびに、人生という土壌から強さと、美しさが花開いていくのだ。レンの花は、その根が沈む泥が深く厚いほどにその美しさを増す。ジュエリーコレクションの中で主に取り扱っているのは、ダイヤモンドの指輪とゴールド、プラチナ、または、スターリングシルバーのペンダント。日本国内では、 東京と大阪、アメリカ合衆国では、サンフランシスコの専門店で取り扱いがある。アジア、南米の恵まれない子どもたちへの個人スポンサーシップを含む様々な事前活動に取り組む。1998年に友人である、ジェームズ・ラシンが創設した、非営利団体、トレバープロジェクトの長年にわたる支持者であり、タローゴールドカフェプレスダイヤモンド U ショップの利益を、 団体に寄付している。2005年には、アメリカ創価大学の LGBT の生徒及び、その保護者のために、冠名奨学金、ザ・レインボー・ファミリー・ファンドを寄付した。また、サンダンス・インスティチュートやサンダンス映画祭や、サンダンス・ロンドンのパトロンサークルメンバーでもある。2012年ラスベガスにて、シーラ・イート・ゴールド氏デジタル・ライフ・デザイン・ミューニック、DLD ・電話アビブ、バーニング・マン、 E.N. ブラックロックアーツファンデーション、世界経済フォーラムなどを含むコミュニティへ積極的に参加しスピーチを行っている。ハービー・ハンコックとウェイン・ショーターが共同で運営するインターナショナルコミッティ・オブ・アーティスト・フォー・ピースの諮問委員会メンバーでもある。2007年9月8日、カリフォルニア州モンテシートにあるオプラ・ウィンフリーの自宅で上院議員であったバラク・オバマと対面。 翌日、ゴールドはオバマ氏を米国大統領次期候補者として推薦することを公式に発表した。2012年にはファンドレージング、ソーシャルメディアでの活動、そしてハフィントンポストへの論評の寄稿などを通じてオバマを支持することを再び明言した。ゴールドの母方の祖,祖父はロナルド・レーガンの友人であり、カリフォルニア州で 共和党の市長として四期を務めた人物である。共和党員として長い歴史を持つ、自身の家族が1990年代初頭に民主党へ転向したことについての記事も書いている。ビーガンと呼ばれる完全菜食主義者。ヨガを取り入れた生活を送り、アニマルライツの擁護者でもある。幼少期と高校、大学時代を北米、アジア、 オーストラリアとヨーロッパの4大陸で過ごした。世界中に散らばる親戚は、ユダヤ教、プロテスタント、カトリック、仏教など、それぞれに様々な哲学的伝統を持っており、このことが同様の物事にもあらゆる視点が存在するということを明確に理解する手助けとなったとゴールドは述べており、自身はユダヤ人仏教徒であるとして、自分を自称している。子供の頃、 すでに自分がゲイであることを理解していた経験を持つことからハフポストのゲイボイセズランにゲイとして過ごした子供時代についての文章を聞こう。10代の頃より国際的な仏教団体である総価学会インターナショナルのメンバーとなり日連仏教を信仰している。2014年のボー g u e j a の特集では新宿パークタワーの上階にある豪華なパークハイアット東京ホテルに 2006年から2008年の2年環境を構えた東京在住のセレブリティとして紹介された。ありがとうございます。